際になんかこういうガチンコ企画やるの。はい、お疲れ様。お疲れ様です。久々になんかこういうガチンコ企画やるの。そうですね。まあサムネにある通り実習生、はい、日本の実習生だろ。ベトナム人です。こっちだけじゃないし、ミャンマーがなんかなろうか。ミャンマーだろ。ミャンマー実習生って本当多い。うちに入ったのはちょこっとこの間も喋ったけど、8年前に翔たちが入ってすぐ3ヶ月ぐらいここに入ってたな。その前も一人やってたの。やってました。だけど、やめて、なんかバカがトラック運転しちゃったりバカやって、しゃぶったりしてしゃぶってないか。戻ってきて2年もう、翔とここの対決はもう目に見えとる。まあそうですね。翔と健太だと勝てんだろうと思った。勝てんだろう。組み立てでも。あ、いや、絶対勝てんだろう。違うでしょ、全てが。全てが挨拶一つ違う。酒の飲み方だけは勝てない。酒の飲み方だけ。逆にもうあっちが主役だよ。トゥーさんがね、人生5年目でどれぐらいやるの。私視聴者もそこは見てほしいよね。自信ある。でもあんまり上上げさせてもらえんよな。メル上げとか運ばされてるばっかだよな。ちょっと久々にこう、はい、しっかり企画やりますんで、ぜひ楽しんでください。視聴者ちょっと一人できついけどな。だって、まあ、あんまりバタバタやるのやったら落とすとか、速さっていうよりも丁寧さとか、あそこ行くのが仕事できるなって見たら分かるじゃん、職人がね。はい。まあ、素人でも分かるよね、なんかあの人仕事できそうだなとか。まあ見てみないと。動きが無駄がないっていうかさ、あ、こいつバタバタやってるなって分かるよな。で、そういうところも大切だよ。用意、始める。はずでしてるよ、はずでしてる。いや、走らんじゃん、走らんじゃん。走ったが。トゥーさん、めっちゃ焦ってるから。始めたい。始めしてる。全部動画つかめん。走らんでいいぞ、待って。それ、急がんでいい。丁寧にやればいい。普段の動きでいいぞ、普段の。普段の動きでいいなって。これはちょっと、普段。マイペース。あ、手すり乗って。あ、乗って一足の手すりじゃなくて。でも6点持ってたんです。その分上げてる。おい、エンドル急がないのか。お前の前のんびりだろ。焦るな、人の先じゃこっちは。多分マシュンじゃこっちだって。お前暇ちゃうなよ。お腹すか。元気やねじゃん。あんなのね、何回ですよ。うん、急げよ、面白くないよ、急げよ。急いで撮るか。お前急いで撮るか。急いで撮るか。俺の方がまだ早い。なあ。見せろよ。存在を見せろよ、存在たちは。危ない。あ、足かかってる。落ちちゃうで。あ、トイに落ちてる。何言ってんすか。
だって、まあ、あんまりバタバタやんないよ、台を落とすとか。速さっていうよりも丁寧さとか。どっちもコースって嫌だよな。でもこれ本当にあれだよな、実習生がこうやってさ、すごい戦力ですよ。暑いね、いいよ。これ何かりげに下がうまいよな。うまいって、お礼とかいい。いや、ほんとだ。違う違う、お礼ってすごい、二人ポイントになるけど、どこプロ投げのプロ、プロ投げのプロ、お前みたいなのがなんかあんまり撮ってこれ調子乗ってガンとか言ったらおもろいよ。すごいよ、これすごいです。それも投げるの？ゲームに上がっちゃったの。もっと急いでやれよ、お前、本当、青田くらい、お前。何言ったんじゃ、お前。こっち、お前、これ取りに行ったんじゃ、お前、こっち、半生まで、1時間かけて。やる気ねえよ、最初から言えよ、お前、こうへんで。あ、おげ。なちゃてー。けんちゃん、ごめんね。ちょっと気が引けとる。あ、大丈夫ですか。いや、これ炎上するから。やばい。ちょっと炎上だけど、喜んでくれ。どうだ？どこからじゃない？こういう家が一番いいな。楽しい。なんかパッて足がパッパッパッパ組んでるとこ見とるのが一番楽しいわ。見とった？すごい。預かりなきゃ。野菜くん大丈夫？あれ？いや、野菜くんはやばい。聞いたら野菜くんって言ったのが野菜に聞こえただけです。えい、何本？3本。いいぞ、こいつら。いや、こういうのはガラガラこれ見えんやん。やっぱこれ民間やっとるもんから、これで。ええ、下請け、塗装屋さんの下請けやっとったらこれんじゃん。これは塗装屋だけど、明日も全部どこでやるか。これ取れるけどな。どう？僕は。ああ、まあちょっと向こう行ったで、閉めるか。ゼロ、ゼロ、これ。まあ、どっちこう見とってどう？どっち側用意？こっち側。じゃあ健太郎とあのテイがどっち側動くか。あ、だよ、とっても近かったよ、こっからです。テイさん。テイ？テイに1票入ったぞ。視聴者もあの、まあ、ちょっと今ね、TikTok、インスタもやってますんで、はい、あのインスタの方か TikTok の方であの投票制度みたいなのあると思うので、もしあったらまたちょっと遊びに来て、結構面白いね、最近ブチギレ動画とか、なんかいろんな動画、ショートムービー結構上げとるから。はい、ぜひ。こちらもまた見に来てください。はい、であとあの足場の買い取り、あの関東関西まで買いに行ってますんで、ぜひ足場の買い取りとあと実習生、こんだけ働く実習生が今度ね、うちなんかね、なんかそのまあ俺が理事長で七色パートナーズってあの組合やってるんですけど、そこでミャンマーで、はい、訓練学校を足場をやる。日本人がミャンマーに行って、行ってもう学校で1年ぐらい修行させたやつを、はい、日本の全国に。あ、じゃあもう来た時にある程度はできるようになってるみたいなね。そうで、日本語もそれなりのレベルになるじゃん。はいはい。で、その実習生にとってもやっぱ日本語喋れんって苦労するっていうのも、やっぱ本当の日本ってこんなに大変なんだよって、それでも行きたいかっていうミスマッチがないと飛んだりしない。でも日本人も行くからいいかもね。そうそうそう。あ、なんか向こうで言葉が分からなすぎて覚えれるかもしれない。習慣の違いも分かるし、日本人ってこんな働くんだってまず分からせてやっぱ勉強になるから。はい、じゃあそういうことになります。はい、最後。お前の評価はどっちだった？どっちだった？同点？お前が一番楽しそうでしょ？自分がバタついて。一番腹切っとったね。はい、はい。はい。せーの。学びでーす。